歌のグランプリ賞は、1962年11月11日から1970年1月11日まで、日本テレビ系列局で放送されていた、日本テレビ制作の歌謡番組である。放送時間は毎週日曜11時11時55分。毎回一流の小タレントを招き、ナイトクラブでなければ味わえない雰囲気を、茶の間でも味わえるようにしていた番組。タレントによるショート。 一般からの参加者たちによる視聴者参加型の,のど自慢勝ち抜き合戦の二部構成になっていた。勝ち抜き合戦では毎回その日の最高得点者をチャンピオンに認定していた。そしてその回のチャンピオンと前回のチャンピオンとで決戦を行い5人勝ち抜いた者には小型自動車を認定していた。収録は主に高楽園ホールで行われていたが稀に地方での収録になることもあった。 交代時期については不明。当初はトヨタグループの単独提供で、その当時はトヨタかのグランプリ賞とタイトルに社名を冠していた。1964年春からはトヨタに代わって第一工業製薬と日本夜勤工業が参入し、1965年春からは日本夜勤に代わって富士電機が参入。以後は富士電機を筆頭とする。 複数社提供で放送されていた。ありがとうございます。